地蔵峠の一地蔵峠の一地蔵峠は、長野県下稲郡南部の大鹿村と、飯田市の間にある標高1314メートルの峠である。赤石山脈の小高山山6と稲山地の、悲鳴山山6の安部にある峠で、中央構造線が貫く。峠の北側は、青木川、峠の南は、上村川が流れるが、どちらも天竜川水系である。 峠から木面山への登山道を10メートルほど入ったところに地蔵道があり、これが地名の由来となっている。国道152号上にあるが、峠の南側は急斜面であり、密浮区間となっている。峠の北側はしばらく緩い下り道の後、S 字カーブで青木川沿いに下る。峠の南側は国道の代替路として、蛇道林道が舗装路であり、迂回路として機能している。 なお、峠から、蛇道林道に入ると、しばらくは、上り坂が続く。白曆峠の分岐点付近から、下り坂となり、国道474号の八幡トンネル付近で、再び国道152号と合流する。南北朝時代において、宗長新王が、地蔵峠を越えて、駿河地方に往来した。戦国時代には、武田信玄の軍勢が、 地蔵峠を越えて駿河攻めを遂行した軍道でもある。また、秋葉街道は太平洋沿岸の地域より新州諏訪地方への最短路で秋葉山本宮秋葉神社にも出る信仰の道である。また、太平洋沿岸の地域や大鹿村か塩温泉には木移る塩化物船から採れる食塩を運ぶ潮の道として重要である。潮の道において 地蔵峠が往来における一番の難所とされる。ありがとうございます。